さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。今日の岐阜市内、昨日に続いて雪が積み重なりまして、17センチぐらいになってます。庭先の芝生の上では、20センチを超えている、そんな状況でございます。皆さんの地域ではいかがだったでしょうか。今日はですね、ちょっと息子の職場までですね、まあいろんな所用があって行きました。今日10時ぐらいまでにですね、職場の駐車場の除雪がですね行われるというふうに聞いておりましたので、ひょっとしたらお客様がお越しになるかなと思いましてね、行ってみることにしたわけなんですけれども、実際にはですね、順番にこう除雪してくるわけなんですけれども、その積雪が多くてですね、もういつその除雪車が来るかわからないというような説明が改めてありました。まあ、今日はそれとまあそういうことで早めに帰ってきまして、今日岐阜市のですね市長選と市会議員の補欠選挙がありましたので、先にそれを済ませることにしました。市会議員のですね補欠選挙、2人の方が立候補しておりまして、投票権渡されたんですけれどもね、もう2人とも知らないので無責任に投票することはできないと思いまして、白票を投じることにしました。まあその白票を投じようとしたら、立ち会い人がですね機嫌そうな顔で見てましたので、知らない、この2人知らないから、無責任ね投票することできないよねっていうふうなことを言いましたら、ニコッと笑ってましたけれども、必ずしも2人立候補してるから入れなければならないということはないかというふうに今でも思ってます。それではまた皆さん、今日も、明日もまた気をつけていってらっしゃい、行ってまいります。